はい、皆さんこんばんは。来年の大阪・関西万博では、我々日本人はホスト国として世界の方々に新しい世界観に基づく新しい風景を示す必要があると思います。そうでなければ日本に開かれる万博の意味が薄れてしまうと思うからです。あと約1ありますので、これから頑張ればその目的を達成することができると思います。皆さん一緒に頑張りましょう。それでは。